もしもーし。もしもし。はいはい。お前の何が最強なん？最強ってどこに書いてありますか？史上最強って書いてるやんけ、お前テロップで。いや、書いてないですけど、史上最強とは。書いてるやんけ、お前。いや、書いてないですよね。史上最丸としか書いてないですよ。トツマチって書いてるじゃん、バカ。いや、史上最丸としか書いてないです。丸でしょ、でも主観的にみんながそう思うんじゃないの？最強って。だからどこが最強なんか言ってみろよ、バカ。いやいや、僕はそういうつもりで書いたわけじゃないんで。違うでしょ。お前最強って、どこが最強か言ってみろよ、はい、いや、僕そういうつもりで書いてないのにもかかわらず、どこが最強なんやって言われても答えられるわけがないじゃないですか。誰が見てもそう思うんじゃないのって。誰が見てもそう思うじゃないかって、それはあなたの主観じゃないですか。じゃあアンケート取ってみろよ、じゃあお前の枠でアンケート。何アンケートを取る。アンケート取ってみろよ、お前。おい。俺のツイッターマジ凍結しやがってのカス野郎。ツイッター凍結したカス野郎って、なんか僕そういう権威かけられてるんですか？そうや、お前は俺のツイッターをね、凍結させたでしょ、お前。それはなんか根拠あるんですか？根拠、お前が通報誘導したやんけ。ちなみにあなた誰ですか？俺、オラフ。オラフって、何の件で何俺に通報誘導されたの？闇のチンチン乗っけた件や。あ、そりゃ凍結されるわ。いや、それされるわじゃなくて、お前がやったんでしょ。誘導だって、チンコ乗せるって、うん、何が、わいせつ物よ、わいせつ物陳列罪よ。じゃあツイッターの規約違反じゃん。お前さ、配信で撮らんとさ、ちゃんとお前処理してみろよ。じゃあかっこつけやがって。それツイッターにあげたら犯罪なんだから、ツイキャスのルールにしかも反してるし、それで凍結をされるわけじゃん。きっちりさ、処理してみろよ。じゃあ処理もできないのにかっこつけやがって、お前何がお前ツイキャスのお前 裁判長やのバカお前。いや、ツイキャスの裁判長っていうのも言ったことがないけど、あなたはじゃあ僕のことをじゃあツイキャスの裁判長だと思ってるの？いや、それでなんかさ、鼻高くなんかさ、生きてるじゃん、お前。バカ。聞いてんのか、バカ、お前。じゃああなた、生きてるように見えてんの？俺は生きてるよ。いや、笑ってるけど。あなたはじゃあ生きてるけど。結局、お前は口だけでね。ね、そういうなんか陳列罪とかなんか言ってるけどさ、うん、お前は結局片付けれず、何もできず、ね、通報誘導だけしてね、ただのゴミじゃん、お前。生きがってるけど、バカ、お前。ちなみに何、闇のチンコをツイッターに載せたことっていうのは、あなたは問題ないと思ってやったの？いや、問題ないと思ったよ。だから乗っけたじゃん。面白いと思って乗っけたんですよ。で、それで、凍結されたの。お前が処理してみろっつってんの、バカ、お前。で、ツイッターのルールも守れないのに、で、それで、チンコ乗せて、で、それ凍結されたから、おい、てめえ、通報誘導 してんじゃねえよって、それ、自業自得じゃねえかよ、完全に。だから、お前がそういうね、配信を取らずに便乗してさ、ね、誘導せんかったら凍結ならんかったわけよ。お前、それぐらいわかるでしょ。まあまあまあ、まだ、じゃあ、俺がじゃあ便乗して、じゃあ、通報誘導をしました。で、それで、じゃあ、あなたが凍結をされたのはわかるんだけど、じゃあ、ツイッター運営の規約に、ツイッターの規約に違反をしていたから、凍結をされたんじゃないの？違う？自分で便乗してさ、配信取りやがってよ、お前。俺のツイッターアカウント凍結させてさ、お前、ケツも吹けないの？青2歳が、お前、マジで。バッチン行くぞ、お前、マジで。いや、来ればいいじゃん。ねえ、いや、来ればいいじゃん。じゃあ逃げるじゃん、お前いつも。いや、なんで来てもいないのに逃げるじゃん。いやいや、来てもじゃなくて、お前逃げるやんか、いつも。来てもいないのに逃げるじゃんって言って、何？来てもじゃなくて、お前のね、配信見てきたから知ってるんだって。え、逃げたら追っかければいいじゃん。いや、喧嘩したら、外で喧嘩したらいつもお前どっか行くやんか。逃げたらなんか追っかければいいじゃん、なんか。ソーダ王子の時も、TJ のオフ会の時もさ、お前全部逃げてたじゃん、お前見てたけど配信。いや、俺あれ、大人になろうと思って、トラブルになるんだったら帰るよっていうので帰ったんだけど。バチ行くぞ、お前。いや、来ればいいんだけど、来もしないのにさ、逃げるじゃんっていうことは、自分が逃げてるんじゃないの？先入観で、行動を起こさずに先入観で、こうだ、こうだ、こうだってこう決めつけて、だから君は大手になれないんじゃないの？違うの？中途半端だから。お前、アホじゃない？お前。中途半端だから。どうかじゃなくて、お前な、聞けよ。お前が便乗して枠取ってさ、うん、ね、陳列罪とかなんかでほざいてさ、結局お前処理できないんでしょ？処理できないっていうか、ね、俺がじゃあ、処理って何？じゃあ処理って。口だけじゃん、お前。口だけ。処理何？ゴミ処理、ゴミ処理はしたよ。通報するとか言ってさ、結局口だけじゃん。うん、
やってみろよ、じゃあとことんまで。できないでしょ。こう闇のチンコを、闇のチンコをツイッターに載せた公然あの猥褻物陳列野郎は言ってること口だけで、あのゴミ処理したよちゃんと。なんて？ゴミ処理したよ。生きてんじゃん俺。でも捕まっても何でもなってないじゃん俺。でもツイッター凍結されたんでしょ。ってことはツイッター凍結されてかとことはツイッターのルールに反してたから凍結されたんだよ。ってことはツイッター運営からすればお前は利用者として違反してるっていうふうに認識されたってことだよな。現実だ、現実生きてる、うん、でそれでツイッターのね、ツイッター凍結されたのはどうのこうの、あお前が通報誘導したからだっていう論調だったらお前自業自得じゃんっていう話だよ。だからなんでしたのそういうことを。えだってかわいそうじゃん闇で、あとこうあのワイスの陳列罪だから、だからかわいそうじゃんとか言ってるけど、うん、ね、別に乗っけてもいいみたいなことになってたの、お前それ知らんでしょ。お前さ、ね、全然さ、うん、ね、分かってないのに便乗してさ、お前、うん、何も分からんやったでしょ。そこ間違ってるんじゃない。何も分からん配信のさ、ね、やり方も なんていうの、その分からん状態でさ、お前やったでしょ、便乗枠。うん、じゃあ相手がいいからって言って、ね、相手がいいからって言ってても、それがツイッター社のね、定めてる規約に違反してたんだから凍結されたんでしょ。凍結されたよ。だからなんでそういうことしたの、うん、って言ってんのバカお前。やなんと。だから俺は別に通報誘導したしてないは関係ないじゃんだって。それはで俺が通報誘導したからって言って規約に反してなかったら凍結はされないはずだよ。でも違反してたから凍結されたわけじゃん。それはってあなたが悪いんだよ。乗せなきゃよかったじゃん。そういうなんか悪乗りをして凍結されました、だから通報したやつは悪だって、まあ、とんでもないな本当に言ってることが悪い。それさ、ガキがさ自転車盗んで、であそこに自転車鍵かけずに置いたやつが悪いんだよって言ってるのと同じだからな。うるさいな、どけ、黙れよ、そのいちいち言わんでいいやろ。そう、その理屈と同じだぞ本当。お前がやってんのは中学生並みの理屈だわ。何が悪いんや、何が悪いんやわっていう。何が悪いんや、それ誰が迷惑かけたか言ってみろ。でも受け入れられんわって話だよ。誰が迷惑かかったか言ってみろよ。誰が迷惑かかったか。バッチリ行くぞお前顔面。あの公共だよ、公共なあ、公共だよ。バッチリ行くぞお前。バッチリ来ればいいじゃん。バッチリってもお前バッチリ逃げるやんけお前。バッチリ逃げるんじゃなくて、あのうちに来たら通報するよ間違いなく。だから結局そう逃げるんでしょ。だって迷惑だもん。結局逃げるんでしょって。バッチリだ、バッチリ逃げるんでしょ。バッチリ、いや公共住宅だもん我が家、マンションだもん。他の住民に迷惑がかかりそうだったらそりゃそのね、迷惑かかる前に自分で処理するよ。いや俺は許せないよ、お前が許せない。そういう便乗して、いつも便乗ばっかりしてさ、ねえ、最後に何も片付けれずさ、お前いつもいい顔しやがってさ、バカ。じゃあ自分も便乗すりゃいいじゃん、ムカつくんだったら。いや、俺はだから便乗とどうとかじゃないけど、俺は便乗された側やから腹立ってんの。便乗できないんでしょ自分は。便乗できるよ、できるけど、うん、お前みたいなやり方は最後までケツも持っていけないのに便乗しやがって、うん、ね、飯うまな状態で切れやがってって俺はイライラして。でもさ、便乗がムカつくんじゃなくて、僕が便乗して吐いた言葉にこう対して何も言い返すことができなかったってことでしょ。要するに自分の信念があって自分が正しいと思うんだったら自分でそう伝えればいいわけじゃん、主張すればいいわけじゃん、ね、言ったんそれが結果、あの内容もわからんのに、それがほとんどの人に受け入れられなかった、ね、ツイッターの運営にもそういうふうに言えばよかったわけじゃん。だからあれは両者のこう了解のもとでやったことです。でも凍結をされたわけでしょ。凍結なってますけど、ね、凍結も解除なってるけど、ね、見てないでしょ。謝罪した、謝罪した謝罪した、ちゃんと謝罪したよ。謝ったんじゃん。いや、それはな、凍結解除してほしかったからしたんだ。結局自分がやったことはこうツイッターの利用規約に反してるっていうことを認めて謝罪したから解除してもらったわけでしょ。したけど、お前のやり方が気に食わんかったって俺は言ってんの。分かれよな、配信の内容も分からずお前が勝手に便乗して俺のねツイッターをみんなに誘導させて通報したじゃん。通報誘導したじゃんお前。それにお前悪いと思ってないの。思ってないよそんな。笑ってるけどお前さ、思うわけないじゃんそんな、君みたいな存在を思うわけないじゃん。歯茎を見せないようで笑ってるけどお前、お前バッチリ行くぞなあ。
バッチンってええんか、じゃあお前どこに言ってみろ、じゃあ住所言えよ。わら、歯ぐき見せんな言うてんねん、歯ぐきを、歯ぐきを見せんな言うてんねん。いや、誰のお金で来るの。え、それはお前自分の金で行くけど。え、働いてるの俺。うん、うん、バッチリ行くぞって言って警察隊になって、うん、で仕事とか大丈夫。いや、いいよ別に。大丈夫なの、捕まったりとかしても。いや、ビビってるんじゃなくて心配してんの。なんか失うものがあるんだから、ネットで軽はずみなことをやったり言ったりとかしない方がいいよって俺は思ってるの、それは。うん、俺はそういうふうに言いたい。そうか。で、所詮ネットだって、だって働いてたら所詮ネットだみたいな感じで済ませなよっていうことよ。そう、失うものがあるんだったらさ、ね、俺が悪いんか、じゃあ、まあ、悪いんかっていうか、なんだろう、気をつけたらいいんじゃない。まあ、今回で学んだわけじゃんね、ヤミーのチンコを載せたらツイッターが凍結されるっていうのを学んだわけやから、うん、ね、それ学習して次に生かせばええんよ。ありがとう。うん。